回の動画では、全人類の醜い部分を抽出して煮詰めることでできてしまった悪の化身のようなおじさんによって繰り広げられるゲームの胸クソ展開を紹介していきます。うつ展開というよりかは、一人の醜い人間によって起きてしまった気持ち悪い出来事をピックアップしています。当然その章のほとんどの内容をネタバレすることになりますので、あらかじめご了承ください。残機ゼロ、憤怒の農家。私の中でストーリーが面白すぎるクソゲーという評価に落ち着いた残機ゼロ。本作は世界が終わりの日を迎え、人類が残り8人となったところから始まり、この状況を仕組んだ黒幕から世界に起きた出来事、主要人物の過去をエクステンドテレビというクソアニメを介して主人公チームに教えてくれます。一章ごとに主人公メンバーのうち一人の過去がビデオによる回想で明かされるのですが、二章、俺はモンキーにて憤怒の農家となった久保田善の過去が胸クソすぎるので紹介しましょう。善は幼い頃に父、母、兄と4人で祖父のいる田舎へ引っ越します。善は学校に行かず農業を手伝う日々に満足していましたが、ある日母の帰りが遅くなり職場まで迎えに行くのですが、母と祖父に似た猿を見つけてしまいます。一応言っておきますが、猿っていうのは本物の猿ではなく、欲にまみれた醜い人間という意味です。まさかの母と祖父が職場でやっちゃってることに唖然として、そのまま見ていると祖父から衝撃のセリフが放たれます。善は俺たちの子、お前の息子ではなく弟なんだとな。はい、ややこしいのでここで久保田善の家族構成をはっきりさせておきましょう。善は父、母、兄とこの家へ引っ越してきたわけですが、普通に考えるとこういうことになります。ですが職場での善祖父が言った俺たちの子という発言、あれを考慮するとこうなります。つまり6人で暮らしていた久保田家ですが、善がこれまで祖父と思っていた人は父親で、父親だと思っていた人は血のつながりのない男ということ、兄に至っては他人のような関係となります。いつもはどんな胸クソビデオでもしょうもない漫才を繰り広げるエクステンドテレビですが、こればっかりは気まずすぎて絶句しています。どうしたものかと考えた結果、未来は自分の命と引き換えにこの空気をどうにかしようと提案してました。先ほどの画像にて、お前の息子ではなく弟なんだとな、というセリフがありますが、これは後で補足します。この血縁関係が発覚したことにより、善はこれまで家族と思っていた父や兄が他人であること、母が猿の言いなりになっていたこと、何より自分が猿の子供であることを気持ち悪く感じ、久保田家は猿が家族ごっこを演じているようにしか見えなくなっていました。こうして善は絵に描いたような半グレに育ってしまいます。それからしばらくして兄がルミ子という嫁を見つけてきて、善の母親と同じく久保田家に嫁入りすることになります。善にとっては他人ですが、優しくしてくれるルミ子にだけは行き場のない怒りを少しだけ吐き出すことができ、ルミ子はそれを受け入れてくれました。そんなルミ子の影響もあり、更生して大学に通うことになるのですが、初めて猿を見た日のように祖父とルミ子だけが家にいない日がありました。それは7年前初めて母と祖父に似た猿を見てしまったあの日と同じです。善は急いでルミ子のもとへ駆けつけますが、そこにはルミ子と祖父によく似た猿がいました。7年前から怒りを溜めていた善はここで祖父を殺そうとしますが、なぜかルミ子は祖父をかばいます。実はルミ子と善の母親は久保田家に嫁入りする前に借金を抱えていて、祖父はその借金を肩代わりすることを条件に久保田家へ招き入れていたのでした。すでに配偶者がいる祖父が合法的に久保田家へ招き入れるために、善の父と兄には婚約者という立場を与えて、あらかじめ2人が出会うように仕組んでいたのです。こうして挑発し続ける祖父に善の怒りは頂点に達し、祖父を襲いますが、ルミ子は祖父をかばい腕を怪我します。この一件は善が一方的にルミ子を襲ったことにされてしまい、居場所がなくなった善は久保田家という猿山から追放されてしまいました。通っていた大学も中退して、助けたかった女性を自分の手で傷つけてしまい、最後はルミ子のおぞましい笑顔に別れを告げて憤怒の農家として一生を終えます。実際にプレイするとダンジョン攻略と同時に7パートに分けて見せられるのですが、このビデオのみだと案外短いんですよね。気分の良し悪しは置いといて、この差しでちょっとした伏線を盛り込みつつ、ここまで胸クソ悪いエピソードを作れる脚本家には脱帽です。本当にすごいと思う。市役所でも似たような話があるので、胸クソエピソードが好きな人にはこちらもおすすめ。じゃあ最後に、お前の息子ではなく弟について少し考察しましょう。実はこれ調べてもよくわからなかったので、自分なりの考察になるんですよね。だから間違ってたらすいません。めっちゃ詳しい人は優しく教えてください。結論から言うと、このビデオの内容的に善の親は祖父、母親は母親であると見て間違いないと思います。実際作中でも善は母親のことはずっと本当の母親と見ています。
こうなると善の母親と善の関係は親子で間違いないです。それに加えて祖父の俺たちの子という一文からも先ほどの図で間違いないと思います。ですが親子であると同時に弟にもなる家系図があるとしたら、つまりこういう血縁関係なのだとしたら、これなら善の母と善は父親が同じなので兄弟とも言えますよね。その代わり猿は自分の娘とやっちゃってることにはなるので、善はここまで察してあれほどまでに気持ち悪がったのかもしれません。もしこれが当たっていれば、久保田家は血縁関係まで狂い切っている欲にまみれた猿と呼ぶにふさわしい一家だったということです。ペルソナ5、鴨志田。主人公、ジョーカーが転校した学校、囚人学園の体育教師でバレー部の顧問を務める元金メダリスト鴨志田。こいつはあまりにもクズすぎるカス人間なので知っている人も多いでしょう。この章は長いので一部省略しています。ご了承ください。このゴミ教師は学校内での評判は良く、生徒だけでなく学校側の人間からも高い評価を得ている男です。がそれは偽りの鴨志田であり、本当の鴨志田は自身の立場を利用しバレー部員への体罰、実績を上げるのは自分だけで良いという考えにより、陸上部を廃部に追い込みエースである龍二の足を潰す、バレー部員である志保へのセクハラ、志保を人質にし志保の親友である女子生徒アンにもセクハラをする、前歴持ちの生徒として転校してきた主人公の悪い噂をバレー部員を使って広める、などなど暴力振るう生徒を襲うは他人を蹴落とすはでもう説明不要のクズ野郎です。しかしこの鴨志田という男はかなり狡猾で、周りの人間を味方につけることで龍二の足粉砕事件を正当防衛で片付け、バレー部私物化に関しては鴨志田先生は結果を残してるから大丈夫と校長先生とその他もろもろ汚え大人ともに信じ込ませ悪行を繰り返してきました。主人公龍二、アンは鴨志田に対する反逆の心からペルソナ使いへと覚醒して、鴨志田の認知の世界、つまりは鴨志田にとって周りがどう見えているかが具現化した世界、鴨志田パレスで鴨志田を倒すべく戦うことになります。そこではバレー部員が奴隷のように扱われていたり、アンが自分のことを好きな女になっていたりと、自分にとって囚人学園は城であり俺はこの城の王という認知であることが発覚します。車に乗せた時にこんな顔されてるけどそれでも自分はモテると思い込んでるポジティブすぎる人間ですね。ここまでがようやく鴨志田編前半で、すでにプレイヤーと主人公ご一行のイメージがクズから純度 100% 正真正銘のクズに変わったところで、志保が限界を迎え飛び降りてしまいます。さすがの鴨志田先生も自分の悪行が原因で生徒が飛び降りたら顔面真っ青になると思われましたが、そこはやはり純度 100% のクズ、こうなった原因なのに逆切れしてきます。鴨志田パレスではお前が相手してくれないから代わりにしてもらったんだよと発言しているので、志保が飛び降りる前日はしていたのでしょう。これを機に鴨志田という邪悪な男を野放しにしてはいけないと判断した主人公チーム、鴨志田パレスにてなんやかんやすることで鴨志田を改心させることを決心し、それは成功します。最終的に鴨志田は全校生徒の前で自身が犯した罪を告白し自首、こうして鴨志田の胸クソイベントは幕を閉じます。ですが志保は一命を取り留めたものの、心も体もボロボロ、もうこの学校で楽しい学生生活は送れないので回復したら転校することが決定します。龍二は陸上部と足を潰されたまま、できることを全てやったにもかかわらず手放しに喜べる終わり方ではありませんでした。めっちゃ簡潔に説明しましたが、この鴨志田撃破までの流れは、鴨志田の被害者が体罰、セクハラ、脅しにより追い込まれ限界を迎える過程がねっとり描写されるので、実際にプレイすると恐ろしく胸クソ悪いです。鴨志田に追い詰められていることを泣きながら話すアンを見て、鴨志田は絶対にワイがこの手でぶちのめすと決心したプレイヤーは多いでしょう。ここまで思わせてくれる鴨志田はよく言えば悪役の鏡です。この後の展開も鴨志田の一件と同じようにペルソナの力を駆使して悪い大人を改心させていくのですが、次の小ボスも次の次の小ボスもまあ悪人だけど鴨志田ほど邪悪ではないかな、こいつは改心させなくても逮捕するだけでよかったんじゃねといった印象。あまりにも邪悪すぎる最初のボスがゆえに、次の悪役のハードルが上がりすぎて誰もそれを超えられませんでした。一応ラスボスあたりも悪人という意味では鴨志田を超えていましたが、それでも胸クソ度合いは鴨志田ほどではありませんでしたね。そんなゴミ教師鴨志田ですが、実はペルソナ使いを育成する能力は超一流だったことが噂されています。前述したようにあまりのクズっぷりから、最初の章で主人公龍二、アンの3人を一般人からペルソナ使いへと覚醒させています。
それに加えてバラバラだった3人が鴨志田という共通の敵を倒すために心の怪盗団を結成し、最終的には世にはびこる悪人を数人改心させるのだから、今思い返すとペルソナ5でめっちゃ重要な役割を完璧にこなしていたと言っても過言ではありません。鴨志田がヤバすぎて胸クソ展開というよりかは鴨志田の悪行紹介みたいになっちゃいましたね。リンダキューブ、サチコでどうだ。トラウマゲーム、狂ったゲームとして有名な本作。ジャンル的には RPG ですが、シナリオやゲームの目的はドラクエのような王道 RPG とは大きく異なる作りとなっています。リンダキューブには ABC の3つのシナリオがあり、パラレル的な扱いとなっています。シナリオ A もまあまあ胸クソですが、今回紹介するのはシナリオ B、 ハッピーチャイルド。テーマは愛憎です。まずこのゲームの目的ですが、リンダキューブの舞台である惑星ネオケニアは8年後に隕石が衝突することが確実視されます。そこで現れたのが、神が天より使わせた箱舟と神からのメッセージが記された石板。その石板には、箱舟の乗員も富む、動物集めに自信のあるものに限ると記されていました。要約すると、この箱舟に雌雄一つ買いの動物を可能な限り乗せて旅立つ、それが生物の未来を救う方法ということです。なので全人類が8年後の隕石衝突に備えて惑星脱出の準備を進める中、人類の雌雄一つ買いとしてケンとリンダは箱舟に乗ることになります。そこで箱舟発進までの数年間で可能な限り多くの動物を集めることが全シナリオ共通の目的です。その途中で主人公カップルが巻き込まれる事件が各シナリオごとに異なるという感じですね。シナリオ B では、まず初めにリンダが獅子をもがれます。序盤で謎の生き物に襲撃され、リンダの父ヒュームが対抗するも、喋る謎の生物により体を貫かれ、そのまま蹂躙されます。この時リンダは両腕両足を失い、モムシ状態になってしまうんですよね。ですがリンダの治療を担当したエモリ博士によって、もがれた獅子はつながり5体満足で生還します。この段階でのエモリ博士、有能すぎて一生ついていこうと思いました。ですが左腕だけはなぜか見つからず、リンダには父親ヒュームの腕を移植します。生物存続ミッションどころじゃなくなっていた件ですが、リンダが一命を取り留めたことに一安心して、エモリ博士に紹介された娘の幸子とシナリオ B の大半を過ごし、いい感じの雰囲気になります。ここまで聞くとリンダがあまりにも悲劇のヒロインで、実際その通りなんですが、ヒュームの左腕を移植して復活した時にはフィンチに現れる主人公のような登場の仕方で、しかもどっちが悪役かわからないような顔つきでモブどもをビビらせます。なので世界を救えない&メインヒロイン獅子切断&一家ジェノサイドといったとんでもねえ展開ですが、あまりうつゲーという印象は残らないんですよね。ですがここから先は最高に胸クソな展開です。まずは有名なムービーから見ていきましょう。納得いかないかね。ま、これを見てくれ。どうだい、この腕頭骨筋から上腕二頭筋に続くエレガントなカーブ。この後が問題発言。そう、リンダの左腕だ。ちゃんとサチコにつけておいたよ。どうだ、サチコでどうだ。それからこのドレス、見覚えないかい。リンダの部屋からいただいてきたんだ。あつらえたようにぴったりだろう。どうだ、サチコでどうだ。理論的にはね、子供も産めるはずなんだ。試してみようよ。どうだ、え、サチコでどうだ。生娘の匂いだ。どうだ、どうだ、サチコでどうだ。それじゃあ順番に事件の裏側を説明しますね。まずはエモリ博士について。簡単に言うと、エモリ博士は娘への愛が強すぎるクローン技術者です。娘の幸子は冒頭で説明したミッションの人類代表に志願するも、選考に落ちてしまい自ら命を絶ってしまいます。これだけならケンとリンダに関わることはなかったのですが、エモリ博士は愛する娘幸子の望みをどうしても叶えたいがために、幸子のクローンを何体も生み出します。リンダ一家を襲ったのは幸子クローンの一体で、エモリ博士の指示でした。これ幸子です。でもってリンダの獅子を切断し、左腕を強奪。奪った左腕は先ほどのムービーに登場した正気を感じられない幸子に移植していたのです。エモリ博士の計画では、箱舟の鍵となるリンダの左腕を幸子に移植し、ケンに恋愛感情を抱かせ、リンダの代わりとして人類代表となり惑星から旅立ち、ハッピーエンドという予定だったようです。ですがその計画は、幸子でどうだのやり取りでエモリ博士にドン引きしたケンと幸子の裏切りによって失敗に終わります。
最後はブラッドボーンに出てきそうな姿に進化してしまいラスボス化。そして、勝者、一人娘を亡くした親の逆恨みだ。逆恨みのどこが悪い、俺に教えてみろ、という名言を残しながらもぶっ飛ばされました。これがリンダキューブのシナリオ B のざっくりとした内容で、一見エモリ博士という突き抜けるマッドサイエンティストにメインヒロインがボロボロにされることが注目されがちですが、エモリ博士にとっては娘のために全てを犠牲にした結果、娘に裏切られ身を滅ぼしてしまう。生みの親であるエモリ博士を救えずリンダの四肢を切断してしまった幸子クローンを見てると救いようのない親子に思えてかなり胸クソ悪いです。特に絶望した過去を持ち親子揃って人型ですらなくなり破滅してしまう悲しきモンスターであることが絵的にきついですね。基本的に主人公剣目線で話が進むので、エモリこいつやべえなというイメージが定着していますが、エモリ博士にとってはただ娘の望みを叶えてやりたかっただけなので、マジモンのクズである鴨志田と比べるとほんの少し共感できるかもしれません。エヴァンゲリオンや13騎兵防衛剣ニーヤのような今も昔もよくある一人のために全てを滅ぼす系のおじさんだったわけですね。リンダキューブは純愛の物語ですが、シナリオ A B のボスは愛が強すぎるがゆえに身を滅ぼしてしまう様子も描いているのが本作の狂気じみた魅力だと思います。主人公コンビの声優さんがまだ現役なので、そろそろリメイクしてほしいと思ってる神ゲーなんですが、改めて見てみると無理そう。それではゲームの胸クソ展開の紹介を終わります。こうして見るとどれもゲーム史に残る伝説の胸クソ展開ですね。とはいえ残機ゼロはシナリオは神、ペルソナ5とリンダキューブは RPG としてすごく面白いので、ぜひとも興味を持っていただきたい。結局のところ私が言いたいのはそれだけです。長々と話してしまいましたが、それでもこの3作品の魅力と狂気はほんの一部しかお伝えできなかったので、ぜひとも実際にプレイしていただきたいです。ご視聴ありがとうございました。